皆さんこんにちは。人生100年時代生き方改革提唱者のマダムホーです。私たちは100歳まで生きて、多分80歳までバリバリと現役で働く世代となります。そのためにもぜひ今から人生設計をやり直しましょう。昨日から皆さんに提案しているのは、私のようなポートフォリオワーカーになりましょうということですね。私は多分四半世紀25年間ずっとこうやってポートフォリオワーカーとして働いているわけです。働くっていうか、ポートフォリオワーカーになるメリットっていうのは、お金のために嫌な仕事を我慢する必要がないっていうことなんですね。いつも言うように、日本の皆さんの多くが大企業のサラリーマン、多分それが8割ぐらいなんですけど、嫌な仕事、嫌な上司、嫌な同僚、嫌なお客さん、嫌な部下とで嫌なことをすることぐらい人間って人生辛いことがないと思います。と同時に、自分で何をしたいかがわからない、これも本当に辛いんですね。自分の才能を伸ばせないっていうやり方。でも私の場合は、介護貧乏になったおかげで無理やりビジネスの世界、投資の世界に飛び込まざるを得なかったんですね。ただそれが結果往来で、あれがやっぱりチャンスはピンチ、こう神のおぼし飯っていうか、物事って起こるべきして起こるんです。ですから、もし皆さんが今45歳50歳55歳で会社から肩たたきをされた、小さな地方支店とかに出向とか転勤、それでもう本社での役員とか出世コース外れちゃったっていう方は、私のようにそれが多分人生の大きな転換期に来たと考えてください。だから私の場合は、今これ国際空港ラウンジなんですけれども、これからヨーロッパに行きます。こんな感じで、中華料理が好きだと私はやっぱり香港なんですね。で、洋食っていうのはイタリアンとかフランス料理とかって、アメリカとか日本で食べても仕方がないと思ってるわけですよ。やっぱり本場の国で美味しいもの食べた方がいいと思うし、だから日本に行ったら大体和食ばっかり、あと B 級グルメですよね。日本でしか食べれないものを食べている。アメリカはもうビーフとハンバーガーって割り切ってるわけなんですね。そんな感じで、変にこう日本国内で中途半端なもので妥協するよりは、もう好きなことをやっちゃう、そのためのポートフォリオワーカーだと思います。ですから、昨日も言ったように、一つの仕事で1000万の年収ということほどリスクはないんですよ。私のように一つの仕事を年間100万円とは言いませんけど、じゃあそれが100万円でも10個あったら1000万になるわけで、こうやって趣味と実益を兼ねて、やっぱり美容が大好き、美しいものが好き、綺麗なものが好きっていうと、もうイタリアとパリしかないですね。そんな感じで、私はなんとか毎年パリに行けるような、また大好きなヨーロッパに行けるようなビジネスがないかなと思って、やっとこうやってビジネスとして見つけたわけです。そして少し収益も出していると。それでいいんですよ。それをいろんなことをやれば、自分が何が好きか、何が得意か、これこそが人生100年時代の生き方です。周りがこうするからとか、周りに言われるからじゃなくって、あなたが何をしたいか、何が好きなのか、そして何が得意なのか、それをやりましょう。オンリーワンになりましょうね。はい、じゃあ今日はここまでです。明日からヨーロッパでのライブとなります。ではまた皆さん、さようなら。